逮捕後のヒルデブラントリー・ヒャルト・ヘルマン・ヒルデブラントは、ナチス・ドイツの親衛隊の将軍。親衛隊の銃にある本部の一つ親衛隊人種、及び移住本部の本部長を務めた。教師の息子として、ボルムスに生まれる。1915年にアビトゥアに合格し、第一次世界大戦で、陸軍や包帯に入隊した。 ロシア軍やフランス軍との戦いに動員され、二級鉄十字章を除勲した。1918年、少尉の時に予備役に編入され、この後、ケルンやミュンヘンの大学で経済学などを学んだ。戦後は銀行分野で仕事をしていた。1922年5月にナチストに入党し、突撃隊に参加した。翌年ミュンヘン一騎で、 ナチスの党活動が禁止されると、義勇軍、文党ーバーラントに参加した。1928年6月1日に再建された、ナチス党に再入党したが、同年、アメリカ合衆国へ移住し、ニューヨークで仕事をしていた。また、アメリカの国家社会主義運動に参加した。1930年に、ドイツへ帰国。再びナチス党活動に参加し、 ミュンヘン支部で働いた。1931年2月に突撃隊を去り、新衛隊に入隊し、第一新衛隊地区や、新衛隊集団、南方の参謀長となり、同集団司令官、ヨーゼフ・ディートリヒの副官となった。1932年10月から1933年1月に、かけては、ディートリヒの公認として、同集団の司令官となる。 1933年1月から11月にかけては、新英隊集団、西方へ配属。1933年11月から1935年4月にかけて、第21新英隊地区の司令官となり、その後、1936年終わりまで、第11新英隊地区の司令官となる。 1937年1月から1939年9月にかけて、ライン川新衛隊上級地区の司令官となる。1939年4月から9月にかけては、ライン川新衛隊及び、警察高級指導者を兼務。1939年11月から1943年4月にかけて、バイクセル川新衛隊上級地区の司令官を務める。 この間、ダンツヒーコールニシプロイセン新衛隊及び、警察高級指導者に就任している。1943年4月から敗戦までにかけて、新衛隊の12ある本部の一つ新衛隊人種、及び、移住本部本部長に就任する。この間の1943年12月から1944年9月に、かけて、国会新衛隊及び、 警察高級指導者も兼務した。また、戦争後期に、いくつもの新衛隊地域指導者職を任せられた。1945年2月から廃戦まで新衛隊、上級地区、南方司令官となる。さらに1945年3月から廃戦まで、新衛隊上級地区、南東司令官、また、南東新衛隊及び、警察高級指導者に就任している。 さらに1945年4月から5月にかけて、米面命令保護領親衛隊及び、警察高級指導者にもなっている。戦後、アメリカ合衆国の開いたニュルンベルク継続裁判のルシャ裁判にかけられ、法廷から懲役25年の判決を受ける。その後、ポーランドからアメリカにヒルデブラントの身柄引き渡し要求があり、ポーランドへ移送された。 ポーランドの法廷からは死刑を宣告され、1952年3月10日に公主刑となった。ありがとうございます。